お願いします。ルネサンス豊田高校に通ってる高校2年生の虫香真央です。ルネサンス豊田高校に通っている高校2年生の虫香美桜です。小学6年生の時にその全国大会で双子決勝をやって優勝準優勝でで、その後になんか森田ファンドの試験があって、それに2人とも合格して、中学1年生の夏にフロリダの方に留学を3年間して、で今日本に帰ってきてトレーニングしてるところ。緊張とか小6だったからあんまなくて、で決勝当たってまあラッキーぐらいの相手知ってるからラッキーだなぐらいでね。他の子とやるよりは緊張しなかった。小学6年生のその決勝して、でその後にメディアに出る回数が多分増えて、でそれで1回大坂なおみ選手とあのテレビの企画で試合するね機会があって、それがすごい良かったよ、ね、一番印象の濃く最初誰が来るか教えてもらってなくて、バーって出てくる時に大阪選手出てきて、ってその時にめっちゃでかかったやっぱ日本にいた時より環境とかで前よりは明るくなったし、すごい変わったなって、変わったね、はい、やっぱりあの海外とかいろいろ回っていくと、オフコートでも英語だったりとか洗濯物とか全部自分でやらなきゃいけないんで、そういうところもだいぶ成長したかなって感じ。やっぱ自分に持ってないもの、繊細なテニスするんで、そういうところではいいなって思うんですけど、別に生まれ変わってミオになりたいとは思う自分はそのなんかこうテクニックでプレーするんですけど、こっちはもう完全にもうパワーヒッターで、で自分にはそのパワーがないんで、ちょっと羨ましいなって思う時もあるんですけど、でも魔王になりたいなとは思わない自分はとりあえず寝るようにしてて、ストレスたまらないように食べて動いて好きなことだけをすることで、やっぱテニスでやる時もストレスたまらずにできるんで、それは結構大事だと思います。去年コロナ の後遺症で体重とか、まあ、足の筋肉とかが落ちちゃって、昔はずっとテニスばっかやってたんですけど、今は結構トレーニングとか筋トレとか多めにやってたりしますね。原動力っていう原動力はないんですけど、やっぱりあのモチベーションとかも保つのが難しい中で、生活の中でもやっぱストレスをためたくないんで、なるべく自分はもう我慢しないで好きなだけ寝て、もうさっきも言った頑張って食べたいものを食べるっていうのがやっぱり一番ストレスフリーで幸せにテニスができるメンタルにすごいいいと思いますだいぶ負けず嫌いなんで、まあ、負けた時の悔しさっていうのはきっと一倍あると思うんですけど、まあ、それも原動力か、あそれもそうかもしれない、はい、将来的にはそのグランドスラムできるだけ出れたらいいなって思ってるんですけど、でもそこでプレーしてるあのイタリア人のカミラ・ジョルジ選手っていうのがプレースタイルがすごい似てて、もう本当にかっこいいんで、カミラ選手みたいになりたいなって思ってます。まあ私はクレーコートが好きなんで、まあ、そのローラン・ギャロスで、まあ、あの本戦に出場できたらいいなって。私はあのニック・キュリオス選手 の遊び心っていうかプレーがすごい好きで、ちょっと観客を楽しませれるようなできる選手が憧れるっていうかいいって思って。何がコーチ小6から教えてもらってるコーチがいて、で帰ってきたりするといつもちょっと悪くなったところをこうあの一言でこう直してくれる、ね、それがだいぶいいかもしれないけど、やっぱり、まあ、両親がいつも、まあ、送り迎えとか日本に帰ってきた時とかも遠征とかでも毎回いつもサポートしてくれて、それで、まあ、お金も払ってもらってるん でやりたいことを全力でサポートしてくれてるのは本当にありがたいなと思います。その担任の先生とかその学校側がすごいあの、はい、配慮してくれたりして、はい、スクーリングとかテストのスケジュールを調節してくれるっていうのを先に今聞いてたんで、うん、それがすごい一番大きい魅力かなと思って、うん、入学させてもらいました、うん超優しい、まあ、とりあえず優しい、超優しいね、本当に優しくて、いやもう何しても褒めてくれるいつも
も応援してくれてるんで、いつも応援してるけど、ね、スクーリングとか行った時もいつも気にかけてくれてね、本当に、はい、いつも頑張ってって言ってくれる、ね、優しい、うん、なんかあのレポートとかそうあんまり溜め込むとあの時間がなくなっちゃうんで先にもう終わらせちゃって、でスクーリングとか行って先生たちに早いねすごい褒めてもらう、ね、はい、そうそう、日本に帰ってきた時にやっちゃって海外で、ね、先でも一応やることはあるんですけど、だいたい遠征、まあ、あの忙しくなっちゃうんでその遠征の前とか、まあ、日本にいる時が一番、うん、あのレポートを進める割合が多いと思います、うん、明るくてすごいなんか若々しい人ばっかり先生が皆さんあのコミュニケーション力がすごく高い、あのもうね見習わなきゃいけないね、食べるの苦手そうな子とかもいっぱいいる中で先生もう全然普通に話せてるんで、ね、すごいなって思う生徒のみんなとすごいなんか友達ですかみたいな感じでなんか良さそうにして、あなんかすごいなって思ってね、はい、おいろんな子がいて超楽しかった、すごい楽しくて4日間ね、新しい友達っていうと、まあ、テニスの子が多かったんですけど、まあ、同い年ぐらいの子で初めて会う子がいっぱいだったんで、すごい楽しかった、楽しかったイギリスにバレエで留学し、あのその踊るバレエで留学してる子とか、まあ、ダンスやってる子とかね、なんかいろいろいて、バイトしてる子とか、ね、バイトもすごいなんか新鮮で全部話しててすごい面白かったね、なんかテニスしてた子がいて、この子のお父さんがなんかこのミャンマーのファンだったらしくて、それで娘さんになんかそのねテニスを習わさせて感じででその子と最初仲良くなった後にいろんなこと、うん、急に言われてびっくりしたよね、はい、あね繋がってるね、今度会おうと言ってたんですけど、うん、まあ、やっぱ遠征のスケジュールがあって、うん、なかなか会えてないんですけど、なかなか、ね、やっぱりまあ忙しい中で4日間をちゃんと確保できるかどうかも分かんなかったですし、レポートとかあの忙しくて終わらなかったらどうしようとか、もうすぐ2年終わりですけどもうそんな心配全くなく、スケジュールもすごい融通聞かせてもらって、うん、やりやすくやらせてもらってます、うん、勉強量をちゃんとこなせるのかとか心配だったんですけど、まあ、意外とやっていけてもう今も終わっちゃったんでちょっと安心ね、安心はしてセルフペースで進めていけて、一応何日までに終わるっていうのはあるんですけど、1個終わったらすぐ次に行けてとかすごい早くできるんで、うん、すごいやりやすいなって思います、うん、数学と国語のあのその2つが一番苦手なんで、先に英語とか保険とか終わらせてから数学国語やってしますね、はい、まあ卒業した後はプロテニスプレーヤーになって、その後も活動していきたいなって思ってます。プロでその上のレベルで戦えるような実力になってればいいかなって思ルネサンス高校は先生たちもすごい優しくて、もうすごい親切で、心配するようなことは全然なくて、先生たちも優しくて、生徒の子たちもすごい面白くて楽しいんで、体育祭とかあのイベントが結構楽しいので、ルネサンス高校はレポートでもスクーリングでも、もし忙しかったりとかしてもスケジュール変えてもらうことができますし、あともう先生たちがとにかく優しいんで、心配してる子とか不安な人は全然大丈夫だと思います。